こんにちは。地方で女子高生やってるゆっくり霊夢だよ。今日は大学の赤本を解いてみようと思うんだ。範囲は数学 1A と2か。難易度は教科書の基本問題レベルばかりって書いてあるけど、定期テストでいつも赤点ギリギリの私にとっては十分難しいよ。あれ、この赤本、回答は載ってるけど、解説が載ってないよ。見直しができないよ。困ったな。やっほー、こんにちは。同級生の小春立花だよ。遊びに来たよ。立花ちゃん、立花ちゃん、立花ちゃん。カクカクしかじが。そういう、赤本あるよね。マジでクソ。底辺差値だと思ってバカにしてんだろ、ボケが。それなら私が代わりに解説してあげるよ。アリが10匹。できれば手元に問題を用意して聞いてね。準備完了だよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ゆっくりしていってね。まずは大問1だね。いわゆる小問集合だよ。確実に点を取りたいところだよね。小問集合も全然確実じゃないそこの君。私も同じだ。括弧一番は X について整理するよ。そうすると右に Y の二次式みたいなところができるから、そこを因数分解するよ。そうしたら、式のたすきかけでさらに因数分解するよ。そうして少し整理したら、それが答えだよ。順番にやったらできました。括弧二番は分母を有理化するだけだね。いい具合に分母が1になるね。あとはまとめるだけだよ。やり方を思い出せれば難しくないね。括弧3番は絶対値記号の外し方によって3つに場合分けするよ。絶対値記号の中身がプラスになるときはそのまま絶対値記号が外せるし、マイナスになるときは符号を入れ替えて外すんだったよね。絶対値は必ずプラスだから、絶対値記号の中がマイナスのときはマイナスをかけてプラスにしてあげるってことだよ。絶対値は絶対プラス、G 覚えた。X が3以上なら3分の 1x-1 も、x-2 もプラスだから両方そのまま絶対値記号が外せるよ。絶対値記号が外せたら普通に1次方程式として計算すればいいね。2以上3未満なら3分の 1x-1 がマイナスになるから、ここは符号を入れ替えて絶対値記号を外すよ。そして X、2のところはプラスになるからそのまま外せばいい。ただこの場合、計算結果の X イコール3が2以上3未満という条件を満たさないので、これは解とは言えないよ。X が2未満なら両方とも符号を入れ替えて、絶対値記号を外すんだよ。この場合は解がきちんと条件を満たすよね。こうして出た2つの解が答えになるよ。ちょっとめんどくさいけど符号ミスに気をつければ大丈夫そうだよ。カッコ4はまずこういうイメージ図を書いてみよう。図からもわかる通り、頂点の X 座標が正で、かつ Y 座標が負、そして Y 接点が正の時、この放物線は正の部分で異なる2点で交わるよ。頂点の座標は平方完成で出せるし、 Y 接点は X が0の時の Y の値のことだよね。こうして出た不等式の共通部分が答えになるよ。A 小なりマイナス3は満たさなくていいの？頂点の Y 座標が負という条件は1小なり A が満たしているから大丈夫だよ。 A 小なり3もしくは1小なり A の時、この条件は満たされているんだよ。そうなのね。カッコ5は余式の両辺を2乗したらできるよ。サインの2乗を足すコサインの2乗は1だからね。一度分かっちゃえば簡単だよね。カッコ6は並べ方の問題だね。私苦手。最初の波長幅順列だね。A が4文字あるから。9の階乗から4の階乗を終わればいいよ。計算機使っていいですか？ちなみに立花はカシオの FXJP700 っていう関数電卓を愛用してるよ。関数電卓の似合うバーチャルアイドルナンバーワンだね。次に A が隣り合わない並べ方だね。これは5つの A 以外の文字の間と端に A を挿入する組み合わせを考えればいいよ。6箇所のうちのどこか4箇所に4つの A をバラバラに挿入するんだね。そして A 以外の5文字の順列は5の階乗だから、これらをかければいいよ。ふむふむ。次に YAMA がこの順で現れる並べ方だけど、これは YAMA を一塊の文字と考えればいいよ。
全部で6文字の並べ方を考えればいいわけね。ただし、YAM で A 以外に A が2文字あるから、重複順列になるよ。これもわかれば簡単だね。次は大問2に行くよ。22大問2。かっこ1は2次関数だね。頂点の座標がわかっているから、標準形に当てはめればいいよ。標準形とは平方完成した形のことだっけ。そうしたら、頂点以外のわかっている座標を代入して、展開するよ。そうすると、x2 乗の係数になる a がわかるよ。そうしたら改めて標準形の形を作って、a にさっきの数を代入する。そしてまた展開して、一般形に直してあげればいいよ。最初から ax2 乗足す bx 足す c の一般形に分かっている2点を代入しても解けないからね。そうだったのか。次にこのグラフを x 軸、y 軸方向に共にそれぞれ p だけ平行移動させるよ。瞬間移動といえばヤードラット星人。標準形の x、y から p を引けばいいんだよ。この式が ax2 乗 -2ax 足す b と一致すると考えるんだよ。ax2 乗 -2ax 足す b も標準形に変形して係数比較すればいいね。今回は一般形に直してもできるけど、標準形の方が少し計算量が少なくて楽だと思う。言われるがままにやったらできたよ。カッコ2は確率の問題だね。何時の石の確率が常に同時に普遍的な法則として妥当しうるように行為せよ。カッコはシンプルに10枚のカードから5枚を取り出す場合の数だから 10C5 で出るね。楽勝。カッコ今まずカード5枚全部が赤色の時と4枚が赤色で1枚白色の時で分けて考えるよ。5枚全部赤色の場合の数は1だよね。組み合わせで考えると1通りしかないね。4枚赤色の時は5枚ある赤色カードから4枚取り出すから 5C4、5枚ある白カードから1枚取り出すから 5C1、 これをかけると 25通り。5枚全部赤色の場合と足すと赤色が4枚以上の場合の数は26通りだよ。白の場合も同じように考えるのかな。同じだから単純に2倍してあげればいいよ。そうしたら同じ色のカードが4枚以上の場合の数は52通りだね。この問題は確率を出す問題だから、分子に52、分母にはあで出した252を入れて、既約分数になるまで約分してあげればいいよ。なんかできた。括弧は2組の数字を選ぶ場合の数が 5C2 で10通りだよ。数字は1から5まで5種類あって、そこから2種類取り出すからね。2組の数字が選べたらこれで5枚選ぶカードのうち4枚が決定。残り6枚ある中から最後の1枚を選ぶからこれは6通りだよ。だから 10×6 で60通り。これが分子で、分母はさっきと同様に252だよ。あとは約分するだけだね。もったいない計算ミスに気をつけてね。1年分やると長くなりそうだから、今回はとりあえずここまでにするね。よ。大問3理工は次の動画で解説するからね。よ。それでは皆さん、一旦さようなら。あばばばば。